どんな味か説明する子って本当に難しいですよね。はい、どうも皆さんこんにちは。スタンプでーす。今日は日本のラーメンのおじいさん、おばあさん。チキンラーメン、皆さんにはどんなイメージですか？これ、皆さんもよく食べるんですか？まあ、皆さんはよく知ってるんだと思うので、地名はしません。お、これ、卵？お、なんか、匂いはお菓子の匂い。スープとか入ってないんだ。このまま。食べてみます。ラーメン専門家3分くん来ました。このチキンラーメン、僕スーパーに行くたびによく見たラーメンだったんですけれども、なんか名前がちょっと、チキンラーメン？なんかラーメンの中にフライドチキンが入っている、そんなイメージがあったので、今まで食べなかったです。ラーメンにフライドチキン？なんか韓国人にチキンっていう言葉は、フライドチキン、ヤンニョムチキン、そういうイメージがあります。だから僕も、このラーメンの中にチキン、フライドチキンが入っているのかと思って心配してたんですけれども、実際に見たらチキンはないんですよね。よかった。わかった。ベビースターの匂いだ、これ。これと同じ匂い。これ、僕よく食べるお菓子なんですけれども、このベビースターと、このチキンラーメン、同じ匂い。見えないな。なんかいい匂い。いただきます。日本のラーメン専門家、サンプンクが、初めて食べるラーメンのいつもはスープから。匂いはベビースターの匂いだったけど、実際に食べてみたら味が違うんですよね。なんかシンプルな醤油の味、シンプルな味。中に入っている卵が最高だな。なんかこんな味がします。なんかカップヌードルの普通の味あるんでしょ。それと味は全く違うけど、本当にシンプルな味。説明難しいけど、シンプルな味ですよね。なんかこの味だったら子供たちも食べてもいいんだと思います。これは本当にシンプル、シンプルだけど美味しい。わあ。なんかどんな味か説明する子って本当に難しいですよね。ちょっとそばの味もするけど、そばの味でもない。カップラーメンとか最近 YouTube とかでアレンジする人多いんでしょ。しかしこのラーメンはアレンジとかしなくて、このまま食べるのがもっと美味しいだと思います。アレンジとかしたらまずくなるかも。なんかこのままでいいんだと思います。こういうわけで皆さん、今日チキンラーメンいかがでしょうか。これは多分子供から大人までみんなが好きな味みたい。